新居浜市高齢者生きがい創造学園で活動している俳句や組木、陶芸など9つの文化系サークルの作品展が27日まで赤金ミュージアム市民ギャラリーで開かれています。新居浜市高齢者生きがい創造学園は高齢者の社会参加の促進、能力の開発と健康の増進を図ることを目的に、郷土の歴史を学んだり、お茶や生け花、書道、ピアノなど文化芸術をはじめ、料理教室など数多くの講座を行っているほか、講座卒業生が学習した成果を踏まえ、学園活動の一環として自主的に行うサークルが現在58グループあります。これまで毎年3月に学園祭を行ってきましたが、1日だけの開催のため、今回文化系の9つのサークル生の学習成果の発表と、より多くの市民に学園の活動を知ってもらい、仲間を増やそうと、赤金ミュージアムで初めての展示会を開きました。作品を出品しているのは、絵画、写真、書道、陶芸、絵手紙、俳句、川柳、短歌、組木の9つのサークルで活動している人たちで、作品数はおよそ1000点。展示会初日の23日も午前中から多くの人が訪れ、作品を眺めていました。新居浜市高齢者生きがい創造学園文化系サークルによる作品展は27日日曜日まで、新居浜市栄町の赤金ミュージアム市民ギャラリーで開かれています。時間は午前9時30分から午後5時までですが、最終日の27日は正午までとなっています。